どうも、吉川修司です。今日はですね、Facebook でよく過去の投稿に出てくる意識高い系というところについて語っていきたいかなと思います。Facebook の機能で過去何年前の、投稿というのが上がってきて、先日の投稿、過去の投稿の中で、よく私ビジネスの関わるセミナーとかにも出てた、ちょうど6年ぐらい、6、7年ぐらい前は、理学療法のセミナーにも当然出ていたんですけども、ビジネス系のセミナーとかにも顔を出していたというところで、札幌で行われたとあるセミナーの写真が出てきて、懐かしいなというところを見ました。で、その投稿の中でも私が使っていた、すごい意識の高い人と、一緒に過ごすことで自分の意識も高められるというふうなことも書いてありました。今にして思うとちょっとむずがゆいような言葉が並べられている投稿で何も分かってないな、こいつと思いながら読ませていただいているわけなんですけども、当時意識高い系って言ったのは何なのかなと思って、ちょっとその時のことを紐解いて、当時じゃあ何をもって意識高いというふうに自分は定義していたかと。結構曖昧だったのかもしれません。例えばビジネスで成功を収めている。ただその成功というのも、年商いくら、とかですね、すごいせ、うんと実績、いろんな実績を収めていて、こんな、成功っていう言葉に結局なってしまうんですけども、こういう事業で成功していますとか、こういう人とつながっていて、こういうことを進めていって、これからこんなことをやってます。この人、集客力がすごいです、みたいな、集客力が大きかったですかね。そういうところの成功者のことを、意識高い系というふうに。自分では定義して、そういう人たちに積極的に会うっていうことを、していた時期もありました。その結果、いろんな経験もできました。当然、いい経験、非常に勉強になった経験っていうのも、ありましたんで、今その経験は当然生きているかなと思ってます。だから定義をしっかりしないで、多分自分が意識が低いと、思い込んでいたところもあると思うんです。当時は多分意識が低いというか、何も分かっていなかったっていうのが正直なところ。なので、自分よりもちょっと例えばビジネスで優れた実績を上げていたり、当然理学療法の世界とか、私も知ってる世界ってそんなに広くいいわけじゃないので、そういう今まで触れられなかった、不動産とか、整体業とか、そういう集客、コンサルとかっていうその言葉で、その分野で成功している人、うまくいっている人というのはみんな、意識高い系というふうにくくって考えていた。それはある意味自分が意識低いからそう思えたというところもあったと思うんですよね。じゃあその人たちって今どれぐらいつながっているのかっていうと、Facebook 見ても多分、そうか、2、3人じゃないかなと思うんですよね。自分から縁を切っていった人もいますし、自然と離れていった人もいます。当然その成功者という人とは、ちょっと繋がっている人もいたりするんですけども、その成功者の集まりに一緒に出ていた人で、未だに繋がっている人というのは、正直あんまりいないかなと思うんですよね。それぐらいの感じですし、日に日にその人間関係というのは変わっていくので、一概に評価はできないのかもしれませんけども、その程度の関係だったのかなというふうに今にして思います。本当に意識高い系、今もそういう言葉使われるのかもしれないですけども、一見すごいイメージは持ちますし、そういう、環境にいると自分もそういうふうに上がる、っていうのは、それは間違いないとは思うんですよね。理学療法の世界でも、多分そういう、私も北海道セラピスト研究会っていうセミナーに出ることによって、いわゆる理学療法士の中でも、意識高い、自分のことを高めようと思っている人たちの中に入れたいって、学べたからこそ、今の自分があって。で、その関係性というのも、だんだん集約されていって、また違うとこに行って、また集約されていくというような形で、今に至るのかな。今もセラピスト同士のつながりがある人もいますし、だんだんと当然離れていって、希薄になってる人もいて、だんだんとその人間関係というのも、
その時々で変わっていってるとは思うんですけど、意識高いっていうのは一つの要素ではあると思うんですけども、その定義っていうのはやっぱりはっきりしておかないと、まあ、ある意味危険、まあ、騙されるではないですけどね、まあちょっと危ない橋を渡ることになる危険性もあるなというふうに思って、まあ6年前の自分の投稿を見ながら、あ、こんなこともあったねというふうに思って、まあやっぱり言葉っていうのは定義して、まあ、今ならば、意識高い、ちょっと表現難しいです。やっぱり成功している、うまくいっている。ただ成功しているから、今の私だとそういう人に魅力を感じるかって言われると、じゃあ楽しそうに生きているかなって言われると、まあ Facebook とか投稿の写真見てもなんか無理してんじゃないかなとか、文章も無理やり作ってるなとか、明らかにこう引っ掛けるような文章をわざと作ってるなとかっていう人には全然こうときめくことはないですし、そういう人はだんだんと投稿にすら上がらなくなってくる状態になってますから、まあそんな中で自分も結局は意識が上がってきた。まあまだまだ別に意識なんか上げるなんて簡単なことだとは思うんですけども、意識プラス行動をするということで自分を変えていけたかな。まあ自分を高めるっていうのは自分自身で自己研鑽をするとまあ、どうしても胃の中の蛙になってしまうんで、ある程度周り、いろんなところに出てみて、あ、俺まだまだこれまでなんだなっていう現在地を知るっていう意味では、そういう意識高い系の人たちに会うっていうのは全然悪くないと思います。ただその定義をしっかりしなければいけないかなというのが、まあ、昔の投稿を見ての私の今の教訓になっています。そんな話で、今日は意識高い系という、まあ、昔の投稿から見て、感想を動画に述べてみました。以上です。